ニヤニヤしてるんじゃないわよ。今回はじゃんけんで決めたけど、来年はあなたの番よ、インペリウス。はい、皆さんこんにちは。アルテマナ七瀬です。本日はクリスマスに実装されましたコーラルの方を紹介していこうかなと思います。同じくクリスマスに実装されましたトナカイミカエルですねの方に関しましては別の動画で紹介しておりますので、そちらもご覧いただければなと思います。性能に関しても元々のコーラルと、ちょっと似たような性能を持っているキャラになっております。こちらの方はスキルを見ながら詳しく説明していければなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、コーラルなんですけども、アタックの技巧タイプとなっておりまして、プロフィールとしましては、もともとコーラル三賢者というところなんですけども、アウロラに戻ったばかりのコーラルはクリスマスプレゼントを配ることになり、それにふさわしい衣装を身につけることとなったということなんですが、ボイスをね、聞けばわかるように、インペリウスとじゃんけんをして、この格好になったみたいな背景もあるようなので、ぜひゲットしてね、ストーリーだったりとか、キャラボイスの方、聞いてみてください。では、スキルの方、紹介していこうかなと思います。でサンタコーラルなんですけども、パッシブスキル1つにアクティブスキル3つの構成になっております。まずパッシブスキルですね。パワーゲージがリセットされるとき、生存している技巧属性の味方1名につきスキルダメージが 10% アップする効果を獲得と、こちら5秒継続となっております。なので、基本的には技巧タイプのキャラで組むのがいいのかなという感じでございます。効果2ですね。効果2に関しては4秒ごとに、敵全体にダメージを与えるというものになっております。ただこちらに関しては火、氷、雷のうち任意の2種類のバフが同時に存在しているとき、敵全体に通常攻撃の 200% のダメージを与えるというテレサみたいなスキルになっております。そしてこちら3種類存在しているときに関しては通常攻撃の 300% のダメージということで、倍率がちょっと上がるよっていう風なパッシブスキルになっております。イメージテレサが一番わかりやすいかなと思うんですけども、火、氷、雷のうちのバフどれか付与してあげることによってで4秒ごとに敵にダメージを与えていけるという風なものになっております。で、ここテレサとは違うポイントになってくるんですけども、コーラルに関しては自身で火と氷のバフを付与することができます。なのでこいつ自身いるだけで1つ目の方ですかね、上の方の 200% ダメージを与える条件っていうのは整えることができます。またそのバフというものが、全体にかかってくるもので、全体にかかってくるものなので、テレサと組み合わせてあげることによって、テレサ技巧ですし、そういうところでも相性のいいキャラなのかなと思います。ではアクティブスキルの方も説明していきたいと思います。まず1つ目、炎の贈り物ですね。こちらは炎のとついている通り火炎系スキルとなっておりまして、自身を含む味方全体に1層の火炎の印というものを付与します。こちらの印1層につき攻撃力が 10% アップ10秒間というものになっております。また効果に敵全体に通常攻撃の 300% のダメージ、ダメージの倍率はいいですね。さらに敵全体に1層の灼熱状態を付与、追加で自身に強接の印というものがついている場合、さらに1層の灼熱状態を付与ということで、現在2層がついている状態。さらに自身に華麗なる盾の効果1による炎の盾が存在している場合、こちらスキル3の効果になってきます。スキル3の炎の盾というものが存在している場合は、さらに1層の灼熱状態を付与ということで、条件が整えられれば3層の灼熱状態を付与することができるというものになっております。ただ効果時間の影響でスキル2とスキル3というものが同時にかけられるっていうのがちょっと難しいため、これはちょっとどっちかによってしまうかなと思います。ただスキル2からこのスキル使うだったりとか、スキル3からこのスキルを使うっていう風な組み合わせに応じて灼熱の総数2層までは貯めることができるので、そちらの方でダメージを稼いでいくという風な戦い方がいいのかなと思います。で続きましてスキル2、氷の贈り物ですね。こちらは氷とついている通り氷雪系スキルになっております。こちら自身を含む味方全体に1層の氷雪の印というものを付与します。こちらが1層につき防御力がアップするという効果を持ちます。さらに敵全体に通常攻撃の 300% のダメージを与えて寒冷状態を付与するということですね。そして効果3、自身に火炎の印がついている場合、敵全体に通常攻撃の 150% の追撃。そして効果4、氷の贈り物の効果2、こちらの 300%
10% のダメージのものですね。がダメージを与えた時、自身にスキル3の効果2による氷の盾というものが存在している場合、同じ目標を凍結状態にするということで敵の行動を阻害できるというふうなスキルになっております。そして最後スキル3ですね、華麗なる盾。まあ先ほどスキル1スキル2の時にスキル3の説明を結構入れてしまったので分かりづらかったかなと思うんですけども、まずこのキャラ大前提としてスキル3を使って火炎系および溶接系のスキルっていうところでまずパッシブスキルの条件を満たしてあげる。さらにこちらのスキル3の効果が炎の盾と氷の盾というものを同時に貼れるというものになっておりますので、まあ、この盾からの派生でスキル1かスキル2どっちにつなげるかというので運用方法、コーラルの運用方法というものが変わってくるというふうな形になります。こちらの効果簡単にまとめますと、先ほども言った通り炎の盾と氷の盾それぞれ10秒、コーラルの攻撃力の 200% というもののシールドを貼るというものになってきます。でこのスキル3っていうものを起点としてスキル1につなげるのかスキル2につなげるのかというので、攻撃型のコーラルとして使うのか防御型のコーラルとして使うのかという2択になってきます。スキル1に戻りまして、こちらの効果ですね、スキル1にスキル3からつなげた時はどちらかというと攻撃チックな戦い方になるかなと思います。こちらの火炎の印というものをつなげることによって攻撃力がアップするというところに加えて、灼熱状態を追加で付与できるというところで状態異常ダメージプラス攻撃力アップというところのアタッカーチックなコーラルができるという感じです。続いてスキル2に関してはこちらどちらかというと防御寄りのコーラルができるかなと思います。自身を含む味方全体の防御力アップというところに加えて、氷の盾、スキル3の氷の盾が存在している時にこちらのスキルで敵にダメージを与えることによって敵を3秒間凍結することができます。敵からの攻撃を防ぐという面でも、まあ、防御チックといいますか自身の耐久力を上げるというふうな運用方法になってくるかなと思います。おすすめとしましては個人的には調節系に寄せる方がいいのかなと思っております。というのも敵を凍結することによって、まあ、敵の狙いっていうものを崩せたりだとか、テレサをこのキャラと一緒に採用することが多くなってくるかなと思うんですけども、テレサも情報修正だったりとか入ってより耐久値というものが上がっています。加えてコーラルのこちらの効果を使ってあげることによって結構硬いねタンクとしてテレサを置くことができるので、まあ、個人的にはスキル3からスキル2につなげてあげるのがおすすめかなと思います。ちょっとねスキル難しいかなと思うので実際使いながらまた解説していこうかなと思います。こちら今回使っていくのがテレサ、エルサ、コーラルですねのパーティーです。基本的にはテレサの防御力上げてあげたりだとか攻撃力上げてあげるっていうのでテレサをアタッカーとして使っていく形になります。でこちら、状態異常カットだったりとか防御力カッ、アップですね、失礼しました、防御力アップというところが効いてきているのでダメージが、全然出ないんですよね、敵からの、ダメージが。でまた敵氷結させることによって、ここのダメージはない状態のまま一方的に殴れるというのも非常に強い点かなと思います。で今回編成している3体に関してはそれぞれが非常に高い能力を持っているので回復、攻撃、防御まんべんなくバランス良い戦い方ができているかなと思います。はい、こんな全く削られないまま、まあ、削られても回復しつつっていうところで、まあね、先ほども言った通り結構ダメージを出すスピードっていうのが速いこのビクトリア・クロフィアのパーティーに対して全くダメージを、食らわないまま、メインアタッカーのビクトリアまで落とすことができると、もうこうなってしまったらほぼね勝ちが決まったようなものかなと思います。考えてみると私たちの時代にこういう風習はなかったわね。いつ頃から始まったのかしら。はい、いかがだったでしょうか。クリスマスコーラルですね、サンタコーラル非常に強いキャラになっているかなと思います。組むパーティーに関しては結構、幅があるわけではないかなと思うんですけども、実際今見ていただいたようにテレサだったりとか今までちょっと活かしきれなかったキャラっていうのを活かしてめちゃくちゃ耐久力の高いかつ攻撃力攻撃性能の高いパーティーというのを組むことができます。ということでコーラルの紹介は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。